なんだけど気配がない。こういうふうにやったほうがいい。気配をこうやって自分から運動を持たないでいったほうが気配がバレちゃうから、気配が運動を伝えるより気配がないということを意識してる。そう、僕はね、エルリンって言われると思うけど、気配を作らない、気配を、気配をしてる、そういう気が消えるそういう、ここにいないとなるとここにいます。いないから彼女いない、彼女の前がいない、ここはいない、こっちからいないで、ここいない、次の瞬間にそういうことをされてね、いない、そういうふうにで、まあ、こうやってずっとさっきの時にこうやってないから昔ね、人の人と昔がさ、何しろここの手合いをこう自分を消して相手の資格もらって、で、自分は消してるというふうに、そういうことを考えながら、まあ、こうして手配をして、そういう感じでもう少しプレートしたいです。ファミアンダーチューブはこの間やったんだよ。これ普通はね、ファミアンダーチューブは横からくるんだよ。正面からは守らない。なぜか。ね、正面から、でも蹴りとかこうね、外してきつくしちゃうんですよ。こういうこっちの手があるから、はい、この手を溶け、溶けていくと、で、そういうふうにするんですよ。で、この時に、その時にこの手を使って気配を消してなきゃダメなんです。伝わるんだけど、伝わるんだけど、気配を消して、で、ポンってやって、このまま行ったら彼女は戻った。この手をやっつけに行っちゃうと、こうなっちゃう。やっつけに行かないで、やっつけに行かないで、こうまっすぐ、ホット状態にするっていうのが大事だと思うんです。で、そこの時に、こう来て、ここに隙間があるんだ。こう回る。急にこう、見せて、これ、今回回ったな。で、飛んでくる。おー、で、飛んでくる。ここに。あんまりだから。こう、来て、もらってんの、先生。これ、手いっちゃったら、ダメなの。だから、こう、もらっ、ここもらってたのに。で、この手は、ポンって。おー、伸びて、男になってた。で、これがやらなかったら、でも、この手あるじゃない。だから、この手でこの手を防ぎながら、この手をこう振る。こう、ほら、これって、ね、これ、こう。はい。パンになるよ、パンになる。あ、さっきから、パンになって、どれこれ。行きましょう。じゃあ、あれ、数で座ってるじゃん、あれ。で、僕が取りやすいのはここを手出してるんでね。で、手を取りに行くのが仕事だから、あのこれ稽古方法だからね。彼女は手を取ってくださいよって言ってるんだけど、本当は叩かないんだよ。ちゃんとやらないんだけど、でもこれ稽古だから手を取りに行くの。で、正面から行ってるんで、正面から来たら僕がやるのはボンってやりたいとか、ボンってまっすぐ取って、こう手を持った方がいいんだけど、こうね、こう足でってんで、だから彼女はどっちかってこっち、こう、こう、そっと足が出ないから、そしてこう回ったんだけど、こう、夫と状態だから僕は重心はこう使いたいんだけど、夫とってなっちゃった。で、そういうこっち来てるから、で、こういう形ね。で、もっと簡易的に
片手ずつ正面の稽古やるには斜め、真正面から取らない、こっちから取る、そうすると将来できるからね。で、彼女も将来できる。で、こういった時にまっすぐ、そう来たらね、凹凸状態、これ。これで、こっちに入ってくればすごく難しいんだけど、このままこうって、そうそうそう、僕は上に取らざるを得ない。そうなっちゃったね。そういう風な稽古を先にやって、それから下投げやった方がいいんです。だからこう、横からね、こういう人は横から、こうやってやってもいいんだけど、こうやってやろうってやってった時に、彼女はこっち来たの。そう。こういう状態。それで、ここにいたんだけど、いなくなっちゃったんだよね。それで、あーってなって、僕が VC くらいじゃなくて、そこのところをボンと落とされちゃった。これが最終状態だよ。最初それ結構して、その、なんていうの、この手をね、生きてると、引っ張り込んでると、この手って生きてるでしょ、いるでしょ、いるとやられちゃうの。だから、この手はなくしてるの。なくしてるの。だから、さっき気配を見せって言ったんだけど、この手の気配がないの。ちょっと壊れちゃったの。それで、トントンしちゃったの。そういう感じの稽古をされるようになって、それから正面をやりましょう。ここは自分の気配をなくして、で、中心をもらうとか、自分の気配、ここは、彼女の脇腹を取りに行こうとしたら、気配あるんだよね。だけど、来たんだけど、気配がないから自然的に来た。これを先に脇腹もらおうと思ってると、こうなっちゃうから、あ、割れちゃう。この気配あるから、こう脇腹取るんじゃん。だから、この時は気配がないんです。この時は気配ない。で、来たから脇腹。そして、落とした。こういうふうに、だから、脇腹取りに行くんですねっていうのはなし。だから、気配なくした結果は脇腹が見えて、で、もらってから落とす。こういう順番だからね。気配なくすのが一番の最優。で、気配をなくして、脇腹があって、で、こっちからだけど、これを、こう、こうつなぐ。こういう感じだ。脇腹もらったんだけど、これがそのまま。脇腹もらって、そのまま。こういう感じ。こういう感じね。だから、やっちゃいけないのは、入って、こうやってやって、コラムを。いや、ダメです。だから、これ、来た。はい、どうぞ。脇腹もらったのが、ずっと上がって、隙間に。でか、そういう感じ。結果的にね。結果的にこうなった。結果を最初求めちゃって、塩投げようと思ってると、こうやって、たくさん、取ってるってダメなんです。まあ、じゃあ、ちょっとしようがないと言うか。裏は、こうって、こっちが表だから、こういうこっちだよね。裏の場合は、形としてはこうって、来たんだけど、こうに入った。そして、こういうの。方向が、同じ方向向いちゃったの。こうって、こういうの見た。そして、このまま、これが表と違うのはこう来てね、こう来て、表は裏はこう来たのを邪魔しないで、こうやる。そして落とす。こう来て、こうに入る。それで向こう、どうぞ。こういう感じ。それが これ入れないと
同じ方向向けないとこれ裏できない。だから裏は難しい。こっちは楽に。でも裏はこっからだ。こっちは変に。で、こっちは落としてる。ここ回っちゃう。だから裏はすごい。うんと早く取らないと裏はできない。これ大事ですか。
こうやってるのにもかかわらず、手こうやったら来ないじゃん。こうやって、こんなん行くやんみたいになったら、こう吹き、ここは変わってないじゃん、こう吹き変わってる。こういう話だ。こう吹きの。ここ中心に自分がこう吹き回ってたよ。だからこう上がって、こう落とせば。これで、こうやって、今度こっち、こっちでは、袖返し。袖返し、上投げでか、こっちから行っとけ、全部行っとけ。こうね、沈むやないけど。全部、こうな、こうはこうか、これしかないんだから。こう。だからこうやるときは、ちゃんと、なんていうの、方向はこっちにしてる。こうやるときは、ちゃんと方向はこっちにしてる。こういう二つのもの。ここのとこちゃんと理解しないと。ここは変わる。こう。で、こっから行っちゃったら、下げてきて、キックやってもいいんだよね。この場所のまんま、だったらば、こういうふうにやってやらなきゃいけない。ここの位置が変わってくるから、こう下げてきて、こう。変われば、その場でできる。でも、方向はこんなとこ、こういうふうに。こういう感じ。こういう感じね。じゃあ、この同じようにさ、こうやって、そこ投げ。こうやって、こうやって、でこっち来れば塩投げだけど、これが下がれば取れないんだけど、このままこう来ればいい。これ位置使う。これ同じじゃない、みんなで。でも同じなんだよね。こうやって来て、こっちだったらいい。で、ここから押さえてくればカウント。でも同じじゃない。こうやって来て、こうやって来れば、なんと後ろに。こうして、こう来れば、なんて。都会してるんじゃないか。そういう感じだからね。要はここで、こうか、こうか、この違いだけだな。じゃあ、よし、ちょっとやって。終わりがあるよ。こうやってさ、行くわけない。行くわけないから、体が見えてはない。体が見えてるのか、大きなのか、どういうの？そうか。体でやってんの？手でやってんの？ここで、なるべく手を離して、こういうふうに、体だけを指導してるから、強い人、体だけを指導してるから、選手なんか絶対に無理なんだから、体がこう。難しいですね、コーディネーションとか、なんか体が動くから、足が重くなったり、体が動かないで、手だけは重にならない、エネルギーから異なる練習してるから、ずっと忘れちゃうんだよね。